王子神社は神奈川県横浜市緑区長津田にある神社で、南は国道246号に面したところにある。長津田の鎮守とされ、王子権限や若市王子社とも呼ばれている。王子、秋月として長津田重慶に選定されている。熊野信仰の一環で、江戸時代に武蔵国続き軍長津田村を領していた岡野家の、 初代領主である、岡野坊久氏から領主が誕生したとされている。正確な総権念を伝える資料はないが、新編武蔵風土機構における、記述等から、文六年間から慶長年間に建立されたものと考えられている。全国各地で、熊野十二所言言を祀った神社が存在するが、王子神社も熊野信仰の影響を受けたものである。社はしており、江戸時代には、 王子権限と呼ばれていたようだが、明治元年の神仏半前令発布後は、若市王子神社と称している。尊者昇格の時期については、諸説あるが、1873年、または1943年7月に尊者に昇格し、1943年7月に、新鮮兵白陵とも新社に指定された。新鮮兵白陵とも新社に、指定の際に、 王子神社が正式な社号となった。第二次世界大戦後に神社本庁所属となった蔡の法人名簿上では王子社と記載されている。1958年台風22号により神社裏手の崖が崩れて社殿と奥殿が損傷を受けた。1960年7月に以前のかや武きの福殿を壊して本殿と廃殿を新設した。この時、 神霊は一時的に同地区にある大石神社に移されていたが、同年10月の工事完了の際に、遷宮式を行った。1803年に、岡野氏が寄進した奥宮には、社殿の新築及び改築についての胸札が収められており、1725年、1833年、1846年、1870年、1871年、 1943年に工事が行われたことが確認できる。横浜市緑区にある伏線寺は王子神社の別当寺として丘の坊久氏によって会期及び創建された。1649年に王子神社から伏線寺が主印状を受けた記録が残っている。斜塔にもみの大樹が立っている。大樹の横を通って鳥居をくぐり石段を上がると、 正面に拝殿と本殿、左手に社務所が立っている。本殿の裏は王子の森と呼ばれる森林で、頂上にはかつては千本松という大きな松があった。主な行事は以下の通り。ありがとうございます。